DD51 型が牽引する貨物列車が横断している様子跳ね上げられている状態名板部分拡大末広橋梁は三重県四日市市の千歳運河に架かる飛べ海式稼働橋である橋梁技術史上貴重な存在で巧妙な橋梁技術者である山本宇太郎の設計による稼働橋として初の重要文化財指定鉄道橋で橋梁上には 郊外側線が通っている。西岸は、四日市第一号を埋め立て地であった四日市市、末広町、東岸は、同第二号を埋め立て地であった千歳町となっている。1931年12月竣工で、日本国内では、現役唯一の飛べ会式稼働鉄道橋梁である。5連の桁により構成され、1連がコンクリート桁、4連が鉄桁となっている。 中央の飛べ海部の桁が四日市駅側を視点として、橋脚上に立つ門型鉄柱の頂部に渡されたケーブルにより持ち上がる形式である。四日市駅側にある機械室からの操作で、ウィンチで巻き上げて飛べ海部を動かしている。平日は通常約80度の角度で橋が跳ね上がっていて船舶が航行できるようになっているが、列車運行時に桁が下ろされ通過が可能になる。 一方、休日には常時降ろされた状態で船が通過する時のみ跳ね上げる運用となっている。上昇には約1分30秒、下降には約2分を要する。以前は常時橋が降りた状態で船が通過する時のみ跳ね上げる運用であったが、1999年4月からは平日のみ常時跳ね上げておき列車が通行する時のみ下ろす運用に変わった。 巻き上げモーターとはやは2000年11月に交換されている。また加工する時の最後の1メートルほどは手動で操作していたが、この交換の時に完全自動化されている。中部国際空港建設時は土砂輸送のために1日12回も開閉した記録が残る。通過する列車は三義鉄道三義線東藤原から関西本線とだ、四日市を経由して、 四日市港の太平洋セメントへ、セメントや土砂を運ぶ、貨物列車で2008年現在1日に後往復運転されている。管理は日本貨物鉄道が行っているが、この路線は四日市駅構内の扱いとされており、実際の操作は関連会社の名古屋臨海鉄道へ委託されている。定時になると四日市駅より、係員が自転車で駆けつける姿は、 有名になっている。その様子は、BS 富士、明治、大正、昭和の建築日本の近代海産の東海編で放送された。なお、200メートルほど南側には同じく、飛べ海式稼働橋である、臨港橋がかかっている。鉄道橋とは逆に普段は降りていて、船が通行する時に跳ね上げる運用で、また鉄道橋とは逆の四日市港側を視点に、開閉する。 このため船が通行する時には、二つの可動橋が並んで跳ね上げられている珍しい光景が見られる。1998年12月に近代化遺産、建造物として国の重要文化財に指定されている。また、2009年2月に経済産業省が認定する近代化産業遺産となる。2015年7月24日に、 日本機械学会の機械遺産第70号に認定される。設計政策を行った山本公務所は大正時代にアメリカで協力の設計や思考を学んだ山本宇太郎の起こした会社で協力コンサルタントの草分けと言われた。特に稼働橋を得意とし、名古屋港線稼働橋など日本全国に飛べ返し機稼働橋を仮設した。中でもこの末広協力は 工作型跳ね上げ橋であり、山本の代表作。工作型跳ね上げ橋は、山本式工作型児童並行跳ね上げ橋、山本式跳ね上げ橋とも言う。ありがとうございます。